古谷久な古谷久な6月17日大正8年2月12日は日本の官僚、政治家、衆議院議員、伊藤博文の秘書官を長く務めた。愛媛県東上郡、明間村出身。明治26年、同志社を卒業した。日清戦争の際には国民新聞記者として第二軍司令部に従軍した。明治32年。 ブリュッセル自由大学に論文を提出し、博士号を得た。明治33年、提出制度調査局事務職卓、東京高等商業学校教授となったが、提出制度調査局総裁、伊藤博文の目に留まり、同年に、伊藤が内閣総理大臣に就任すると、内閣総理大臣秘書官に起用された。翌明治34年に第4次伊藤内閣が総辞職すると、 提出制度調査局秘書に転じた。その後も伊藤が明治38年に韓国党官に就任すると党官秘書官、ついで党官不総務部秘書課長に任じられた。さらに伊藤が明治42年に数密院議長に就任すると議長秘書官、区内衝式部官に任命された。伊藤の死の翌年の明治43年に数密院議長秘書官を辞して、 利用職御用係に転じ、大正4年まで務めた。同年の第12回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。大正6年の第13回衆議院議員総選挙にも当選した。ありがとうございます。